ハンス・レッティガーは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍総工兵大将、ドイツ連邦軍中将。西ドイツ時代の1956年から1960年まで、初代陸軍総監を務めた。ハンブルクに生まれる。1914年に、ドイツ帝国陸軍砲兵部隊に入園し、1915年に、少尉に任官して、第20歩兵砲連隊に配属され、第一次世界大戦に従軍した。戦後は、バイマル共和国軍に採用され、1925年に、中尉に昇進。その間砲兵中隊付主官、大隊副官、中隊長などを務める。ベルサイユ条約の取り決めから偽装するために、統帥補助教育と呼ばれていた、参謀将校教育を受けた後、1931年から大尉として自動車部隊の中隊長に任命された。ついで参謀本部に配属された。第二次世界大戦が勃発すると、中佐であったレッティガーは、当初第6軍団主席作戦参謀を務めた。1940年のフランス侵攻の際に、新編成された第31軍団に参謀長として配属された。少将に昇進したレッティガーは、独ソ戦に、従軍、1942年に、第4軍団に、参謀長として配属されドネツ川での戦いや、スターリングラード攻防戦に、従軍、ついで1943年から1945年まで、ヨーゼフ・ハルペ上級大将の下で、英軍集団の、アルベルト・ケッセルリング元帥の下で、イタリア戦線にある、C軍集団の参謀長を務めた。1945年1月に、総工兵大将に昇進。終戦時に、アメリカ軍の捕虜となり、1948年に、釈放された。1950年、ヒンメロート修道院での西ドイツ再軍備に関する会議に参加し、ヒンメロート覚書を作成した。西ドイツ再軍備の翌1956年にドイツ連邦軍に中将として迎えられ、軍事統帥委員会の一員に加えられた。1956年9月、初代陸軍総監に就任、ドイツ陸軍再建に従事した。在任中の1960年にボンで死去した。かつて、ハンブルクのイグラーベン=フィッシュベーク区にあった、ドイツ連邦軍の兵舎は、レッティガーにちなんで、レッティガー兵舎と呼ばれていた。ありがとうございます。